はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。よろしくお願いいたします。今回皆様にご紹介するのはネタバレありでございます。Don't Breathe 2、 めちゃめちゃ目を覆いたくなるようなほにゃららシーンベスト5でございます。イエーイ。楽しみでしょうがなかった。この企画。では早速行きたいと思います。まずですね、やっつけるっていうシチュエーションはですね、多分 YouTube 的にですね、言葉的に NG になっちゃうと思うんで、ドゥーンって統一したいと思います。ドゥーンって。皆さんもドゥーンってなったら僕は、あ、こいつプルート向井はこういうことをニュアンスで言ってるんだなっていうのを覚えておいてください。よろしくお願いいたします。第5位は、鼻口に接着剤でございます。はい、こちらはですね、スーパーおじいちゃんがですね、敵にですね、なんか顔のところに得体の知れないものをですね、塗りたくるわけでございます。その塗りたくったものがですね、やっぱ接着剤みたいな感じでですね、息ができなくなっちゃうんですよね。その敵がですね、どういう風に呼吸をするのかというと、ここのほっぺのところにですね、ドライバーみたいなプシュッと刺してですね、空気を吸えるようにするんですけども、その後ですね、自分で口をですね、こうカッターみたいので切って呼吸するっていうシーンがあります。まあこれ死なないんですけども、まあ見ていてですね、わ、えぐいことするなっていう風に思いました。第4位は、シャベルで頭パッカーンでございますね。こちらのシーンはもうそのまんまの通りでございます。おじいちゃんがですね、気狂ったように、一発、二発、三発とですね、シャベルをですね、敵の頭にですね、叩きつけるっていうシーンがあるんですよ。この叩かれたところはですね、脳みそがブショブショになっちゃってですね、もうドゥーンされてしまったわけなんですけども、まあそのシーンをですね、チラッとワンカットで見せるんですよ。そのワンカットで見せたところが、ぐちゃぐちゃになっちゃってる。でね、もう目ん玉とかも何もない。おじいちゃん目見えないのに、ようそこの頭がわかるなっていうふうに思いましたっていうツッコミでございます。第3位は、お母ちゃんの腕直筋でございます。このシチュエーションは何なのかというとですね、娘のフェニックスがですね、車椅子の母親とですね、手錠がかかってしまうんですよね。その手錠を外すために、自分の母親のですね、手をですね、思いっきりですね、何回も何回もでね、叩きつけるっていうね、切りまくるっていうシチュエーションがありました。このシチュエーションを見ていてですね、あれ？血繋がってないのに、老人の子供なんじゃねえのっていうふうに思ってしまったシーンでございます。一番生々しいシーンでございましたね。何回も同じところを叩きつける。先ほどのシャベルと同じような感じでですね、サイコパス感っていうのは感じますよね。まあ、フェニックスはですね、多分このおじいちゃんと一緒にいる間にですね、サイコパスに目覚めちゃったんだと思います。第2位は、プロパンガス大爆発でございます。はい、こちらのシーンはですね、冒頭の、まあ、前半のシーンでございますね。娘のフェニックスがですね、箱みたいなところに逃げるシーンでございまして、まあそこでスーパーおじいちゃんと敵が戦うわけなんですけども、その時にスーパーおじいちゃんが何をしたのかというと、プロパンガスを爆発させるっていうところでございました。はい。その後に敵のですね、描写が映るんですけども、肌は焼きただれてですね、そして歯茎まで見えてしまうっていうシチュエーションになっていたんですよね。まあそのおじいちゃん、また目が見えないのになんでそんなことできちゃうのっていうですね、まあとてもすごいシーンでございました。では続いて栄えある第1位でございます。第1位は、目玉潰しちゃうぞの手でございますね。はい、こちらの作品のですね、もうね、一番ね、えぐかったシーンでございますよ。俺と同じものを見せてやるって言ってですね、あんなぐちゃ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 っとですね、メンタモン潰されてしまうっていうところでございますけども、もうね、あの時にですね、あ、僕たちの知ってるおじいちゃんが帰ってきたなと思ったわけでございますよ。なんですけども、その敵実は生きていましたっていう、どんだけの生命力を持っているんだっていう風になりましたね。そんなですね、シチュエーションを第5位までご紹介させていただいたんですけども、パート1よりもですね、こういったですね、グログロ要素っていうものがですね、ふんだんに使われているわけなんですよね。そういったところも前作とは全く違うようなシチュエーションだったと思います。前作の色というのは、やっぱり、スポイト、僕も何回もね、この8月ね、スポイトばっかり言ってるんですよ。もうスポイト嫌になっちゃってるんですけども、本作というのはどちらかというと、そういったですね、ドゥーン要素がめちゃめちゃ豊富でございました。いかんせんだって敵が7、8人ぐらいいましたからね、まあその敵をですね、一人一人ですね、まあ楽しそうにおじいちゃんがですね、
ドゥーンしていくっていうところが見応えがありました。ではですね、以上プルート向かいでございました。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとはですね、下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のコメント楽しみに待っております。では皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。